はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は集めに集めまくった素材を使って、最強装備をいっぱい作っていこうと思います。かなりね、集めましたね。まだ全然作ってないんですよ。一気に使おうと思って。まず、黄金の飾り系ですね。あります。んで、そして、一番重要な、これだね、虹色のオーブ。もう14個あります。まあ、14個、最強装備が作れるっていうことですね。まあ、とりあえず作ってみましょう。それではまずは武器からいきましょうか。聖王の剣からいきます。まあ、動画では作ったけども、一度リセットして、まだ作ってない状態にしてあります。やり方は、もう教えてもらった通りやってます。火力上げを最初2回やって、で、そっから、叩いていく感じですね。乱れ打ち、もしくは3倍打ち、だね。で、4箇所横に並んでるやつがあれば、4倍打ち、あ、4連打ちか。それを使ってやって、てますね。やっぱ最初に温度を上げてやると結構いい感じでいけるので、あ、これ俺に向いてるかなと思いました。まあいろいろとねやり方はあるみたいなんだけども、まあとりあえず俺はこんな感じで今やっていってます。必殺技が出ないな。必殺技が出てきてくれればすごい嬉しいんですけどね。上下でいくか。この最後のね、ちょっとした調整が結構難しいよね。行き過ぎか。あー、オッケーオッケーオッケー。どうしたらいいんだろうね。2箇所打ちたいところがあるから、どうしよう。乱れ打ちしたらいけるかな。オッケーいけたー。どうだ。とてもいい。完璧ですね。必殺技がね、出ないとき出るときあるんで、まあ、とりあえず全部大成功できるようにやっていきましょう。次、防具を作ってみようかな。では次は、さすらい系を作っていきましょう。さすらい系はね、幻獣の皮が1枚必要なんだけども、まだね、俺3枚しか持ってないんだよね。あと3枚欲しい。あと3枚か。なかなかね、募集掲示板でも、幻獣の皮はね、見ないんだよね。まあ、やっぱり自分で入手するしかないのかな。か、毎日チェックしていくしかないんでしょう。あ、これはなんかちょっとやりやすそうな形だね。オッケー。超4連、あ、ぶね。危ない。これはちょっと注意していかないとこれミスるぞ。ああ、行きすぎるな。オッケー、あとは3倍で。おお、行きましょう。行け。オッケー。んで、危ないね。よし、あと手加減でいいんじゃないですか。完璧です。もう昔に比べるともう劇的に作るのも上手になったと思う。昔はひどかったね。教えてもらって本当にありがとうございます。では次は槍いきましょうか。今後パラディン使うことが多くなりそうなんで、槍一応持たせたいと思う。あと、ラグアスもね、槍強いんで、作っとけばいいよね。オッケー。なんか難しい形だな。どうするか。まあまあ、こういう感じだったら乱れでまずは、打っていいよね。とにかく、叩いて叩いて叩きまくれば、必殺技が出やすいんで、出やすいよね。回数をこなしていければ。なんで、乱れ打ちでどんどん行こう。ギリギリまで。あー、これちょっと微妙かな、下が。OK。
もういいかな。どれぐらいの力でいったらいいかちょっと微妙なところなんで、2倍あたりで、あ、3倍でいけるな。3倍でいける。おお、ギリギリ。おお、オッケーオッケーオッケー。で、あとは2倍でいきますか。必殺技が出ない。出ないなぁ。OK。となると、ここで乱れ打ちすれば、いいでしょう。あぁ、変な打ち方したなぁ。ま、とりあえず、手加減でちょっと、お、もういいんじゃない？とてもいい。完璧です。槍も大成功で出来上がりました。それでは最後に、ダストン用のムチですね。ムチがね、作るのなんか難しかった気がするんだよね。ほらね。なんか複雑なんだよね。苦手なんですよね、ムチって。まあ、とりあえず、上を4連でいったらいいんかな。これで、あ、結構いくな。OK。え、下は4、下もいっていいのか。いや、なんかもったいないな。いや、いいか。いいよね。あぶね。で、必殺技が来てないところがちょっと悔しいな。これ、3倍でいったらなんかオーバーしそうな気がするんですよね。あぶね。ギリオーバーしてない。あ、してないしてない。危ない危ない危ない。これむずっ。よし、オッケー。2倍だったらこっちいけるでしょ。あぶね。あとはちょっと手加減して打っていった方がいいね。2倍じゃ多分行きすぎるから。一回と手加減でどう？あ、オッケーオッケーオッケー。どう？なかなかいいか。これ難しいな。ま、ちょっと手加減で打ち込んでいってみましょうか。あー！ダメだ。これは難しい。うわ、無理だ。これはちょっとやり直さないと。ダメっぽいね。無知難しい。よかったです。打ち直しで無事に無知も完成しました。無知が一番難しいよね。それでは、完成しました。見てください。こんだけ作りましたね。西欧の剣でしょう。あ、西欧の剣は2つです。2つ。で、さすらい系は、全部作りました。で、ムチと弓と杖、スティック。で、ナイフ、扇、槍ですね。とりあえずこれぐらい作ってます。で、オーブが残り2つだけども、黄金の飾りなんちゃらがまだないんですよね。なので、入手して、あと、斧と、両手剣かな。それプラス、さすらいのセット3つだな。あれを作りたいところですね。まあ、作るのには、まあ、時間かかりますよ。かかる。あと、そうね。出来上がるのに、4日5日かかりそうな感じですけども。これは本当にね、毎日毎日、コツコツやっていくしかありませんね。はい、頑張っていきましょう。で、あと、幻獣の皮。また入手したら、ショート動画でも流しますので、その時は、入力してみてください。あれが本当にね、出ないのよ。本当に出ないんで、入手したら、ショート動画でも出しますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。